起き上がりの介助の中でできることは、自分の体重を利用して肩甲体や胸郭を柔らかく保つということです。そのため、起き上がる際に一度肘をついて肘立ちとなり、肘の上に上半身の重さをしっかりかけます。しっかりと肘の上に体の重さを乗せることによって、自分の体を認識したり、自身の重さによって肩甲体などの硬さをほぐすことができるのです。